ここはあの家の中か。おそらく20年前のな。うわ、なんか出た。あれはこの絵の父親。このクソガキ、誰のおかげで飯が食えてると思ってんだ。ただ金を減らすだけの脳なしが。やめて父さん。口答えするな。おら、誰か助けて。ダメ、見ていられない。面倒なことになりそうだぜ。お前も殺しとくか。お前も素直に金をよこしゃいいものを。どいつもこいつも俺を舐めやがって。まさかお前が。みんなのピンチを救ってくれる悪を許さぬスーパーヒーロー。さあテレビの前のみんな、一緒に正義の味方ゼファーマンを呼ぼう。ゼファーマン。なんだ、テレビつけっぱなしか。そうか、わかった。ヒーローなんかいない。誰も僕を助けない。なら自分が、僕が強くなるしかない。こいつを殺して僕はヒーローに。何ブツブツ言ってやがる。そこで待ってろ。どいつもこいつも舐めやがって。死ぬか、死んどけクソガキが。どいつ、お金のために自分の奥さんを殺したの。ひどい、許せない。どうしてそんなことができるの。さっさと死ねよ。お前の母親みたいに無様によ。気をつけて、移動しながら撃ってくるよ。ジョーカーの追撃がヒット。行こうぜ今。おい、お前のトラウマに引きずられるな。頭を冷やせ。分かってっけど、あんな見て平気でいられっかよ。今すぐ楽にしてやるよ。ダメージか。物騒なもん使いやがるな。火力ヤバそうだぞ。正面に立たないようにな。さすがジョーカー、紙一重だ。マーション。俺もジョーカーかっこいい。ただジョーカージョーカー、ジョーカーの追撃がヒット。行くぞ。あ、敵の防御力が上がってるぞ。体力やばい、注意しろよ。よし、来た。いいぞ、俺もキルヒット。追い込むぞ。カルロスの追撃が決まった。続けていくぞ。断念しな。あと何だ。進撃するぞ。こいつって弱い。気をつけろ。このまま行く。ウルフの追撃が決まった。正義の味方だ。断念しな。そいつがお前を助けてくれたじゃよ。お前がヒーローになろうとした理由はこれか。それだろ。助けてくれる人が誰もいなかったから。なめるな。終わりにしようぜ。決まったな。なんだその匂いは。消えろ、クズの分際で俺に逆らってんじゃねえ。このまま行こうぜ。人はするぜ。今のはこの絵の父親。この絵はああやってずっと。ソフィー。
全員無事だな。やられてたまるかよ。特にあんなクソ野郎にはな。この絵、アキラ。さっき見たものが本当なら。この絵、アキラは虐待から逃れ、母の敵を取るために実の父を手にかけた。そしてそれを強盗殺人に見せかけたというわけか。あいつも腐った奴にやられてた被害者だったってことかよ。あんなに追い詰められて誰にも助けても。だから自分自身がヒーローになろうと改心という力を使って。こんなの悲しすぎる。絶対もっと違う道が。もうやめとけ。どんな過去があろうと何をしてもいいってことにはならねえ。改心で人を操っていい理由にはならねえ。このまま奴を放置すればさらに被害者が増えるだけだ。それでいいのか。その通りだ。ええ、ここで断ち切らなければ何も変わらないわ。今はただ私たちにできることをしましょう。この絵を改心させることもそうだが、奴に願いを奪われた人々も救わねばな。じゃあ次は予告状だな。ああ、お前らお約束のあれか。だね。あいつを改心させて願いも取り戻そう。よし、車に戻って作戦会議と行こうぜ。